昼飯はまだか。あ、できてるできてる。ローゼ、つまみ食いなんて行儀が悪いよ。すぐに取り分けるから座ってて。へいへい、仕方ねえな。あ、そういや女中はどこ行ったんだ。いつもだったらアズと一緒に準備してるところだ。ああ、彼女は。アズ、彼女ここにいる？せっかく美味しいお菓子をもらったから一緒に食べようと思ったのに、どこにもいなくて。ベイリール、昼食前にお菓子を食べるつもり？アズの料理は美味しいからちゃんと食べられるよ。それより彼女は。ああ、うるさいぞベリル。今まさに俺が同じことを聞いてやっていたところなのに。なんだそうなの？てっきり僕しか彼女がいないことに気がついてないのかと思っちゃった。あいつのご主人様であるこの俺が気がついてないなんてことあるわけないだろ。ふう、僕だけが彼女のことを心配してるんだって思ってたのに、なんか悔しいな。甘いんだよベリル。俺だってあいつのこといつも気にして。じゃない、別にいつもあいつのことを考えてるわけじゃねえぞ。今回はたまたま。はいはい、分かったから、まず二人とも席に着いて。彼女は。あいつはどこにいるんだ。またか。おはよう、ジス。こんな時間に起きてるなんて珍しいね。酒を飲もうとしただけだ。そしたらこれが。コンパクト？置かれたままになっていた。出かけるとき急いでいたみたいだから忘れたんだね。あいつは出かけたのか。ああ、昔お世話になった奥さんのお見舞いに。なんだよ、それならそうと早く言えん。まったく、言おうと思ったのにローゼとベリルが騒ぐからだろ。ローゼは心配性だから。まったくだ。心配してたのはお前だろベリル。俺は別に心配なんて。あいつは俺様が雇ってる女中だから、どこに行ったのか把握しておく義務が。そういえばこれに面白いことが掘ってあったんだが。俺のことは無視か。で、なんだ、コンパクトの裏にチャイルドバースアニバーサリーって。もしかしてこれ彼女が生まれた時のお祝いのものじゃないの？中も見てみろ。鏡に彫ってあるのは誕生日の日付だね。あれ、もうすぐじゃないか。なんだと、俺にも見せろ。あいつの誕生日か。あ、せっかくだ、誕生日パーティーでも開いてやるか。いいねそれ、ローゼにしては名案だよ。にしてはっつうのが気になるが、まあいい。そんじゃ早速割り振り決めるぞ。アズは料理、ベリルは部屋の飾り付け、ジスは、あ、そうだな、町に食料買い出しに行くわけねえか。当たり前だ。偉そうに言うんじゃねえぞジス。そういうローゼは何するの？うん、俺か。俺様は現場監督だ。却下。何？ローゼは屋敷の掃除ね。いいねそれ。掃除当番を決めるじゃんけんによく負けて掃除してたんだし、久々にしてみれば。それじゃあ女中を雇った意味がないだろうが。彼女の誕生日なんだから代わってあげるのが当たり前でしょ。確かにな。だったらジス、お前も手伝え。俺の部屋を見てそれを言うのか。確かにジスに掃除は。はい、じゃあ決定ね。そういえばローゼってば話そらそうとして。誰がそんなことするか。そうじゃなくて、あいつへのプレゼントはどうするんだ。せっかくの機会だし、パーティーだけじゃ閉まらないだろう。今日のローゼはいつもよりも冴えているな。いつもよりじゃない、いつも通りだ。お前ら揃いも揃って俺様を何だと思って嫌がる。まあまあ、でも確かにローゼの言う通りだね。だろう。僕もう彼女に何をあげるか決めちゃった。ん、何をやるつもりだ。ローゼには教えてあげない、真似されたら嫌だもん。誰がベリルの真似なんかするか。俺も決めた。ジスもか。俺は店を回りながら考えようかな。ローゼはどうするの？言い出したのは自分なんだから当然もう決まってるんだよね。お
当たり前だろ。じゃあ何にしたの？それは秘密だ。へえ。お前らやあいつが腰抜かすくらいのものなんだからな。それは楽しみだな。ほんとほんと。さ、まずはお昼を食べてから。ああ、今盛り付けるよ。お前ら全然信じてないだろう。絶対びっくりさせてやるからな。まずこれ美味しいね。甘口のソースを合わせるなんて意外でしょ。意外と難しかったんだよね、このちょうどいい甘さを作るの。だから人の話を。アージス、お前今俺の皿に野菜乗せただろ。そんなことするか。そんなことするかって。お前、俺は夜型だから。じゃあ俺の皿に突然増えた野菜は何だ。